霊夢。あら、マリサ、どう？私の実家、幻想郷から離れた人間の里にある、でっかい古道具屋だってのは知ってるよな？東方プロジェクトの設定では、そうなってるわね。ゆっくり解説見ている人でそれを知っている人は、少ないだろうけど。そこで、親父から面白い売り物もらったんだぜ。見てくれよ、このパズルみたいな大きい箱。ねえ、この箱、どれくらいの時間持ってたの？自慢したくて急いできたから。10分くらいか？少し、貸してくれない？嫌だぜ。今にホールケーキがあるの。それ全部食べていてくれていいわ。なんだって、ちょうど甘いものが欲しかったんだよな。その箱、貸してやるから壊すなよ。私は境内の掃除がもう少し残っているから、それが終わってから行くわね。と。マリサが持ってきた箱は小鳥箱。論破王として名高い、2チャンネル創設者ひろゆき氏も恐れた、2チャンネルシャレコア史上最大の呪物である。これがどれほど危険なものかを、今から説明しよう。2チャンネルの人気ジャンルの一つ、シャレコア。今回は、その中でも2チャンネル創始者、ひろゆきも恐れ、映画化されたあの話を、新たな考察も交えて紹介する。ただ、人によってはお腹が痛くなったり、気分が悪くなったりする、といった報告もあるので、体調が優れない方はお気をつけください。この話は、霊感の強い友達の話。その友達は、中学生の時からの付き合いで、30手前になった今でも、結構頻繁に遊んだり、飲みに行くような間柄。そいつんちは、俺らの住んでるところでも結構大きめの神社の神主さんの仕事を代々やってて、普段は普通の仕事してるんだけど、正月とか神事がある時とか、結婚式とかあると、あの神主スタイルで拝むっていうのかな？そういった副業、本業化もをやってるようなお家。普段は神社の近くにある住居に住んでます。で、その日も飲みに行こうかってことで、とりあえず俺の家に集合することになったんです。先にそいつと、そいつの彼女が到着して、ゲームしながらもう一人の女の子を待ってたんです。その神社の子 M、遅れてくる子 S、俺のことを A としますね。M の彼女は K で、しばらくゲームしながら待ってたら、S ちゃんから電話がかかってきたんです。ごめんちょっと遅れるね、面白いものが納屋から見つかって、家族で夢中になってたー。A ってさ、クイズとかパズル得意だったよね。面白いもの持っていくね。もうちょっと待っててー。ってな感じの内容でした。で、40分くらいした頃かな、S ちゃんがやってきたんです。その瞬間、というか S ちゃんの車が俺ん家の敷地に入った瞬間かな。M が、やべえ、これやべえ、やべえ。どうしよう。父ちゃん、今日留守だよ。って言ったんです。M どうしたが？また出たんか？大丈夫？またなん？出たってレベルのもんじゃねえかも。はは、やべえよこれ、S ちゃん。マジかよ。M は、普段は霊感あるとか、お化け見るとか、神社の仕事とか、あまり話題には出さないんですが、たまにこうやって怯えてるんですよ。俺も、S も、K も、そのことは知ってるんですが、M が突っ込んだ話されるのを嫌がるので、普段はあまり話題にしません。S ちゃんが俺の部屋まで上がってきました。M は顔面蒼白って感じで、S ちゃんよ。何持ってきたん？出してみ。もしかして私、やばいの持ってきちゃった。のか、な。うん。これ、来週、家の納屋を解体するんで、掃除してたら出てきたん。そう言って S ちゃんは木箱を出したんです。20センチ四方ほどの木箱でした。電話でパズルって言ってたのはこのことだろう。小さなテトリスのブロックみたいな木が組み合わさって箱になってたと思う。それ以上触んなや、触んなや。その瞬間、M はトイレにもうダッシュ。おえー、おえー、おえー。オートの声が聞こえてきました。K がトイレに行って M の背中をさすってやってるようでした。いい彼女だ。一通り吐き終えた M が戻ってきました。M が携帯を取り出し電話をかけました。父ちゃん。小鳥箱。小鳥箱友達が持ってきた。俺怖い。じいちゃと違って俺じゃ、じいちゃ見たくできんわ。M、泣いてました。父ちゃんに電話かけて泣いてる29歳。それほど恐ろしいことなんでしょう。俺も泣きそうでした。うん、ついちょらん。箱だけしか見えん。あとはあるけど残っちょらんかもしらん。うん、少し入っちょる。友達のお腹のとこ。尻尾の形だと思う。尻尾だろ？中に三角ある。尻尾。間違いないと思う。だってわからんが。俺は違うけん。何やら専門用語いろいろ出てたけど、繰り返して言ってたのは小鳥箱。尻尾。もっといろいろ言ってたけど忘れました。ごめん。わかった、やる。やる。ミスったら払ってや、父ちゃん頼むけんね。
M、ここで電話を切りました。最後に M は2分ほど思いっきり大泣きして、しゃくり上げながら、よし、と正座になり、自分の膝のあたりをパシッと叩きました。もう泣いてませんでした。何か決意したようで。山口県。山口じゃないよ、近いけどね。10月を神有月とか言っちゃう地方。10月は、一般的には神無月と書き、神のない月を表すが、出雲大社のある島根県では、神有月と書く。おそらく島根県から伝わる話なのだろう。後に M の方言からも、米子弁であることが伺える。覚悟を決めた M は、いよいよ一人で儀式を始める。ええ、カッターか包丁貸してごせや。ごせってのはうちらの方言で、何々してくれとかの語尾ね。お、おい、何するん？誰か殺そうっちゅうじゃない、S ちゃん払わないけん。S ちゃん、俺見て怯えるなっちゅうのが無理な話かもしらんが、怯えるな。K も A も怯えるな。とにかく怯えるな。怯えるな。負けるか。負けるかよ。俺がいる。怯えるな。怯えるな。なめんな。俺だってやってやら。じいちゃんやってやら。見てろよクソ。クソー。M は、自分の怯えを吹き飛ばすかのように方向を上げていました。S ちゃん半泣きです。怯えきってました。俺も K も泣きそうです。本当にちびりそうだった。わかった、わかった、頑張ってみる。俺も S も K も何やらわからないけど、わかったわかったって言ってました。包丁かカッター持ってきてごせや。お、おう。包丁を M にて渡しました。俺の内もも、思いっきしつねってごせや。思いっきし。もう、わけわからないけど、M の言う通りにやるしかありません。ガーガグイウーガM の内ももをつねり上げる俺。俺にももをつねり上げられながら、M は自分の指先と手のひらを包丁で切りつけました。多分、その痛みを消すためにつねらせたのかな？ S ちゃん、口開け。M は S ちゃんの口の中に、自分の血だらけの指を突っ込みました。S ちゃんのみー、まずくてものみー。あぐぐるっぽわー。S ちゃん大泣きです。言葉出てなかったです。の天井、ノリを。神明岩と開けました。かしこみかしこみもまもうす。何やらノリとか呪文かわかりませんが、5回から6回ほど繰り返しました。呪文というより浪曲みたいな感じでした。そして M が S ちゃんの口から指を抜くとすぐ、S ちゃんが M の血の混じったゲロを吐きました。ウェイウェイウェイ。出た、出た、押し。大丈夫。S ちゃんは大丈夫。次、じいちゃん見ててごせや。M は血まみれの手を、S ちゃんの持ってきた木箱の上にかぶせました。小鳥箱小鳥箱。いけん、いけん。やっちょけばよかった。M がまた泣きそうな顔になりました。父ちゃんに電話してごせや。言われた通りに M の携帯で M の父ちゃんに電話をし、M の耳元に当てました。父ちゃん、ごめん忘れた。一緒に呼んでくれ。呼んでくれかな？ M は携帯を耳に当て、右手を小箱添えて、また呪文みたいなものを唱えてました。やっぱり歌ってるみたいな感じでした。終わった。終わった。終わったー。M はまた号泣してました。大の大人が泣き崩れたんですよ。K によしよしされながら、20分くらい大泣きしてました。俺と S と K も号泣で、4人でワンワン泣いてました。その間も、M は小箱から決して手を離さなかったような気がします。号泣してたんであまり覚えてませんが。少し落ち着いてから、M は手と箱を一緒に縛れるくらいのタオルか何かないか？って聞いてきたので。薄手のバスタオルで M の手と木箱を縛り付けました。さて、どこに飲みに行く？は？って冗談じゃ。今日はさすがに無理だけん、送ってくれよ。こいつどういう神経してるんだろ。ほんと強いやつだなぁ。その日は S も M も K もなんだかヘトヘトで、俺が送っていくことになりました。で、それから8日ほど M は仕事を休んだようです。そして昨日 M と会い、その時のことを聞いてみたんですが。あーっとなぁ。S ちゃんところは言い方悪いかもしらんが、まるまる山にある部落でな。ああいうところには、ああいったものがあるもんなんよ。あれは父ちゃんが帰ってきてから安置しといた。まあ、あんまり知らん方がええよ。何やら言いたくない様子でした。それ以上は、いくら聞こうとしても教えてくれない。ただ最後に。あの中に入っちょるのはな、怨念そのものってやつなんよ。まあ入ってるものは、結構な数の人差し指の先とへその緒だけどな。差別は絶対意見ってことだ。人の恨みってのは怖いで、あんなもの作りよるからな。あれが出てきたらな、俺のじいちゃんが処理してたんだ。じいちゃんの代であらかた片付けた思ってたんだけど、まさか俺がやることになるなんてな。俺はフラフラしてて、あんまり家のことやっちょらんけい、マジビビリだったよ。ちょっと俺も勉強するわ。まあ才能ないらしいが。それとな、部落うんぬんとか話したけど、差別とかお前すんなや。S ちゃんとも今まで通りな。
そんな時代じゃないしなぁ。アホくせえろ。当たり前じゃん。それよりさ、この楽しい話誰かに話してもええの？お前好きだなぁ。幽霊すら見えんくせに。見えんからこそ好きなんよ。ええよ別に、話したからって取り付くわけじゃないし。どうせ誰も信じねえよ。嘘つき呼ばわりされるだけだぞ。俺はとぼけるし。というわけで、ここに書き込ませてもらった次第です。長文失礼しましたー。まさか奴もこれだけの人数に話してるとは思わねえだろうなー。パソコン音痴だし。それと、最後に一つ。この箱ってね、まとめサイトに同じような箱の話ありましたよね。木箱開けたら爪と紙が入ってて、昭和天皇がどうとかって紙切れが入ってたって話。昨日 M の話で中身をちらっと言ってたのを思い出して、ふと。そういった呪物の作り方があるのかな？ここで恐怖の体験談は終わるも、多くの謎に包まれたままである。すると、後日新たにスレが立った。例のあの箱は何だったのか、S ちゃんはどうなったのかなど、後日談が語られる。まず、イッチは M に、以下の3つの疑問を投げかけた。1、あの場にいた S 以外の人間、つまり俺と K は大丈夫なのか。2、また、俺の家に来る前に、剣の小箱で遊んでたという家族は大丈夫なのか。3、頼むよ。マジあれ何だったの？気になって毎夜6時間しか寝られないよ。以上3点です。以下 M の回答。1、2の回答。あれは、子供と子供を産める女にしか影響なし。S の父と弟は問題外、母は、閉経してるんじゃないか？ S のばあちゃんもな。もちろん A、格好でも大丈夫。K については危ないかなと思ったけど、触れた時間が短かったため問題なしだろう。いざとなったら父ちゃんがいるし大丈夫。あの日は旅行で M の母と外出してたそうです。3、実は M 自身も詳細は知らないらしい。ただ小鳥箱は小鳥箱だそうです。本当かどうかは不明です。俺をなんとかそらそうと嘘ついたのかもしれないですが。昨日の会話の口ぶりからして、知らないはずがないと思ってます。ただ、そこまでして隠すほどのことだってことでしょうか。なおさら怖いけど気になります。次、S ちゃんとの会話ですが、要約すると。あの後、業者が納屋を解体しに来たのですが、その時お隣のおじいさんと一騒動あったそうで、その時の内容を、明日3人に話しておきたいと。かっこ M、俺、K。で、S 曰く、自分も恐怖より好奇心が勝ってるということ。当事者として、何があったのか。あれは本当に何だったのかをせめて知りたい、ということでした。さすがだぜ S ちゃん。で、今 M に話したら OK ということで。ちょっと考え込んでましたが、明日、M、S、K、A、4社会談開催してきます。K は来るかわからないけど、M のお父さんに話を聞ければ一番いいのでしょうが、さすがに M が渋ってるのにお父さんに直談判ってわけにはいかないでしょうね。もし聞くことができれば聞いてみます。翌日、儀式の場にいた4人と、S ちゃんの家族、この騒動に関係のある、隣のおじさんも交えての話が始まった。M、S、K、A、かっこ俺。それと、S の父は S 父、母を S 母、S の祖母を S ババ、S のおじいさんを SG、隣のおじいさんを J としましょうか。まず、S が事件の後、納屋の解体業者が来た時の話を。俺の家での出来事の2日後になります。5月23日、頼んでいた業者が来て、解体用の機械を敷地に入れ、作業に入ろうかという時、S 父に、隣家の J が話しかけてきたそうです。S 父がおじいさんに納屋を解体することを伝えると、J は抗議してきたそうです。S 父と揉めてたそうで、その声を聞いた S が、もしかしたら、あの箱のことを知っているのかも。と思い、J に聞いてみようと、外に出たそうです。この時点で、S は家族にあの日のことは話してなかったそうです。納屋を壊すな。という J に対し、反対する理由はあの箱のことなのか、あの箱は一体何なのか、というようなことを聞くと、J は非常に驚いた顔をし、箱を見つけたのか、あの箱はどうした、お前は大丈夫か、と慌てた様子で聞いてきたそうで、S が事件の経緯を話すと、J は自分の責任だと謝ったそうです。そして、聞いておかんかったからこんなことになった、話しておかんかったからこんなことになった、近いうちにお宅の家族に話さないけんことがある。と言い、帰って行ったそうです。そして S は、ポカンとしてる S 父に事件のことを話したそうです。そして J の話を聞いてから、俺らに話そうと思ってたのですが、J が話に来るそぶりを見せず、イライラしてたところに、昨夜俺から電話があったというわけです。そして、昨日俺の電話を受け、M も来るなら今日しかないと思い、その、話さないといけないことを今日話してほしいということで、J を父と一緒に説得してきていただいたそうです。次に、M の話。
S 父が J にお話しいただけますか？というと、俺と K がいることで話していいものか悩んでいると部外者ですもんね、と、このあたりで。先に話させてもらっていいですか？そう言って M が話し始めました。J さん。本来、あの箱は、今、あなたの家にあるはずでは？今の時代、呪いと言っても大概はホラ話と思われるかもしれないが、この箱については別。俺は祖父、父から何度も聞かされてたし、実際、祖父と父があれを処理するのを何度か見てきた。箱の話をする時の二人は真剣そのものだった。管理簿もちゃんとある。それに、事故とはいえ、箱でここの人が死んだこともありましたよね。今回、俺が箱に関わったってことと、父が少し不審に思うことがあるということで、改めて昨夜、父と管理簿を見たんです。そうしたら、今の執法の場所は J さんの家になってた。そうなると話がおかしい。父は、やっぱり、と言ってました。俺の家の方からは接触しないという約束ですが、今回ばかりは話が別だろう、と思ってきました。俺の父が行くと言ったのですが、今回払ったのは俺なので、俺が今日来ました。J さん、そしてその他一同は黙って聞いてました。M と J にしかわからない内容なので。それでですね、J さん、あなたの家に箱があったのなら、S のお父さんが箱のことを知らないのは仕方がないし、なんとか納得はできます。S のおじいさんは丸三角、イカティケとしますね。3から引き継いで、すぐに亡くなられてますよね。S のおじいさんは俺らが知り合った時、つまり厨房の時にはすでにお亡くなりだそうです。管理簿では、D 家、S の家、J 家の移動が1年以内になってました。S のおじいさんがお父さんに伝える時間がなかったのだろうと理解はできるんです。それに約束の年数から言って、S のお父さんに役回りが来ることはもう考えにくい。あなたか、D 家で最後になる可能性が高いですし。でも、今回箱が出てきたのは S の家だった。これはおかしいですよね。俺、家のことはあまりやってなかったので、管理簿をまじまじと見たことなんてなかったんですが、昨夜父と管理簿を見て正直驚きましたよ。S の話をさっき聞くまでは、もしかしたら何か手違いがあって、あなたも箱のことを知らなかったのかもしれないと考えてたのですが、あなたは知っていますよね？知っていたのに引き継いでいない。そして S の家にあるのを知ってて黙っていた。俺、今回のこと、無事に払えたんで、あとは詮索されてもとぼければ済むかなって思ってたんですよ。何かの手違いで、S の家の人みんなが知らなかっただけで結果オーライというか。正直焦りまくったし、ビビりまくったけど。今日だって、昨日、父と管理簿見てなかったら、ここには来てなかったと思います。本来の約束なら、俺の家からこっちに来ることは禁止ですからね。だから、今日俺が来たってことは伏せておいてほしい。でも、そういうわけにはいかなくなったみたいです。俺は怒ってますよ。俺の父もね。ただ、顔も知らない先祖の約束を守り続けないといけない、っていうのは、相当酷な話だというのもわかります。逃げ出したいって気持ちも、俺だってそうでしたから。俺だってあの日、箱を見ただけで逃げ出したかった。わずかな時間のことだったのに、本気で逃げようかと思った。あれを、下手すれば十数年、下手すれば何十年保管するなんて、どれだけ怖いのか。でも、もしこういったことが、ここ全体で起きてるのだとしたら、残りの箱の処理に関しても問題が起きます。S はたまたま、本当にたまたま箱に近づかなかった、っていうだけで。たまたま、本当に偶然、あの日俺と会うことになってたってだけで。もしかしたら S は死んでたかもしれない。そして、もしかしたら他の箱で被害が出ているかもしれない。だから、なぜこういうことになってたのか。話していただけませんか？それとこいつ。K のこと。はその場にいた女です。もちろん子供を産める体です。部外者ではないです。被害者です。それとこいつは、俺のことです。部外者かもしれませんが、そうでもないかもしれません。こいつの名前は〇〇です。ここらじゃ、そうそうある名字じゃないですよね。〇〇です。俺は何のことやらわからなかったです。ただ J さんが俺の方を見て、ああ、そうか。って。まず、箱のことを説明した方がいいですかな。尻尾。尻尾かと思ってましたが、尻尾らしい。は S の家、J 家、そして斜め向かいにあった D 家の3家で管理してきたものです。3家に割り当てられた箱です。そしてあの箱は3家持ち回りで保管し、家主の死後、次の役回りの家の家主が葬儀後、前任者の跡取りから受け取り、受け取った家主がまた死ぬまで保管し、また次へ、次へと繰り返す。受け取った家主は、跡取りに箱のことを伝える。後取りがいない場合は、後取りができた後伝える。どうしても後取りに恵まれなかった場合、次の持ち回りの家に渡す。
他の班でも同じです。3家だったり、4世帯だったりしますが。そして、他の班が持っている箱については、お互い話題にしないこと。回す理由は、箱の中身を薄めるためです。箱を受け取った家主は、決して箱に女、子供を近づけてはいけない。そして、箱を管理していない家は、管理している家を監視する。また、M の家から札をもらい、箱に貼ってある古い札と貼り替える。約束の年数を保管し、箱の中身が薄まった後、M の家に届け処理してもらう。M 神社、仮にそう呼びますね。と昔にそういう約束をしたらしい。それで、俺の家は昔の約束通り持ち込まれた箱を処理。供養してたんだ。ここにあるすべての箱と、箱の現在の保管者の管理簿つけて。そうです。本来なら、私が SG がなくなった時に箱を引き継ぐはずでした。でも、本当に怖かったんです。申し訳ない許してほしい。T の父親が死に、S の家の前任者です。引き継いだ SG も立て続けに死に、男には影響ないと分かっていても怖かった。そんな状態で、いつ S 父が箱を持ってくるのか怯えてたんです。でも、葬儀後、日が経っても S 父が来ない。それで T、S 家の前任者の後取り、と相談したんです。もしかしたら S 父は何も知らないのかもしれない、箱から逃げられるかもしれないと。そしてまず、S 父に箱のことをそれとなく聞き、何も知らされていないことを確認しました。そして納屋の監視は続け、S 家に箱を置いたままにしておくこと。D は札の貼り替えをした後、しばらくして引っ越すこと。松江に行ったらしいです。そうすれば、他藩からはあそこは終わったんだな、と思ってもらえるかもしれないから。引き継ぐはずだった私が、S 家の監視を続けること。そして、約束の年が来たら、J が納屋から持ち出し、M 神社に届けること。そして、本当に申し訳ない。それまでに箱に S や S の母が近づいて、死んでしまったとしても、箱のことは S の家は知らない。他藩の箱のことは触れることは禁止だからバレることはないだろうと、T と相談したんです。本当に申し訳ない。だから、他藩の箱のことはわからない。こんなことはないと思う、申し訳ない。J さんは土下座して何度も謝ってました。S とおさんは、死んだ SG さんに納屋には近づくな、とは言われていたそうです。また、実際気味の悪い納屋で、あえて近づこうとは思ってなかったようです。S も同様に。それで、今回どうせなら取り壊そうという話になり、中の整理をしていて、その時に S が箱を見つけてしまった、という経緯でした。S とおさん、S 母さん、S ばあさん、信じられないという感じでしたが、ただ、S ばあさんだけが何やら納得したような感じで、納屋は、だから近づかせてもらえなかったのか、という風なことをおっしゃってました。M の話がまた続きます。なるほど、そういうことでしたか。引き継ぎはしなかったとはいえ、監視しなければならず、結局は箱から逃げることはできなかったんですね。結局苦しんだと。決まりの年まで確かあと19年でしたよね。引き継いでいたとしても、結局は俺が払うことになってたのかな。S とおさん、S 母さん、S ばあさん、S。現実味のない話で、まだ何がなんだかわからないと思う。でもこれは現実で、このご時世にアホみたいに思うかもしらんが、現実で。でも、J さんを怒らないであげてほしい。あの箱が何か知ってるもんにとっちゃ、それほど逃げたいもんだけん。まあ、もう箱はないんだけん安心だが、面白い話が聞けて楽しかったと思って、J さんを許してやってほしい。J さんを許してやってほしい。J さんうつむいて、うなだれて、見ててなんだか痛々しかったです。それと、多分みんな、あの箱の中身が何かを知りたいだと思う。ここまで話したら、もう最後まで聞いてほしい。俺も全部は知らんけど、知ってることを話す。ここはもう箱終わったけん、問題ないと思うし、正直、残りの箱はあと2つ、多分俺が払わんといけんもんだけん、俺の決意ってのもある。それと、S とおさんは、本来知っておかんといけん話だけん。それと A は、多分今話とかんとしつこいけんな。あの箱はな、小鳥箱って言って、間引かれた子供の体を入れた箱でな。作られたのは、1860年代後半から80年代前半頃。この部落、俺らの言葉では部落と言いませんが、差別用語です。は、この辺りでも特にひどい差別、迫害を受けた地域なんよ。で、あまりにもひどい迫害だったもんで、間引きも結構行われていた。三角地域名です。の管轄にあったんだが、特に三角からの直接の迫害がひどかったらしい。で、働き手が欲しいから子供は作るが、まともな給料がなく、生活が苦しいから子供を間引くと。これは一応わかるよな？で、1860年代後半かな？沖の島で反乱があったのは知っちょるか？
その反乱は1年ほどで平定されたらしいんだけど、その時の反乱を起こした側の一人が、この部落に逃れてきた。島帰りってやつだな。反乱の理由とかは学校で少し習ったろ？沖がすごい裕福な土地だったってこととかも。まあ、それはいいや。で、その島帰りの人間、名前がな。〇〇って言うんだよ。〇〇は、以下 AA と表記します。AA は反乱が平定されて、こっちに連れてこられた時に、隙を見て逃げ出してきたそうだ。話によるとだけどな。この部落まで逃げてきたと。部落の人らは、余計な厄介事を抱えると、さらに迫害を受けると思って AA を殺そうとしたんだって。で、AA が、命を助けてくれたら、お前たちに武器をやる。というようなことを言ったそうだ。その武器っていうのがな。小箱だ。小箱の作り方。部落の人は、その武器がどのようなものかを聞き、相談した結果、条件を飲むことにしたんだ。小鳥箱考察すれによると、この平定された乱というのはおそらく、1868年に起きた、沖騒動。AA は島側の人物らしいので、武器とする小鳥箱で攻撃するとすれば、松江藩側の人間だろうと仮説が上がっている。沖にはそのような風習はなかったそうだが、日本各地や神羅などの貿易の中継地として栄えていたため、あらゆる情報が伝わっていてもおかしくはない。AA は、もう一つ条件を出してきた。武器、小箱の作り方を教えるが、最初に作る箱は自分に譲ってほしいということ。飲めるなら教える。どうしてもダメなら殺せと。部落の人はそれを飲んだ。そして AA は箱の作り方を教えた。作り方を聞いてからやめてもいい、そして殺してくれてもいいとも AA は言ったそうだよ。それだけまがまがしいものだけん、この小箱ってのは、AA も思うところがあったのかもな。ただ、やり遂げたら自分も命を絶つが、それでもやらなければならないことがある。そう AA は言ってたそうだ。箱の作り方、全部載せるとさすがにヤバそうなので、いくつか省きますね。それで、その方法がな、最初に複雑に木の組み合わさった木箱を作ること。これは、ちょっとやそっとじゃ、木箱を開けられないようにするための細工らしい。これが一番難しい作業らしい。お前らもちょっと見ただろ？あのパズルみたいな箱。あれを作るんだ。次に、その木箱の中を、メスの畜生の血で満たして、一週間待つ。そして、血が乾ききらないうちに蓋をする。次に、中身を作るんだが、これが小鳥箱の由来だと思う。想像通りだと思うが、間引いた子供の体の一部を入れるんだ。生まれた直後の子は、へその緒と人差し指の先、第一関節くらいまでの。そして、腹綿から絞った血を。七つまでの子は、人差し指の先と、その子の腹綿から絞った血を。十までの子は、人差し指の先を。そして蓋をする。閉じ込めた子供の数、年の数で箱の名前が変わる。一人で一方、二人で二方、三人で三方、四人で七方、五人で五方、六人で六方、七人で七方。それ以上は絶対にダメだと、AAは念を押したそうだ。そして、それぞれの箱に、目印として印をつける。一方は三角、二方は四角といった具合に。ただ、自分の持っていく箱、八回だけは、七つまでの子を、八人くれと。そして、八回とは別に、女一人と子供を一人くれと。八回は最初の一個以外は決して作るな。とも言ったそうだ。普通、そんな話まで聞いて、実行なんかできないよな。そんなうさんくさい人間の話、ましてやそんな最悪の話。いくら生活苦しくても、自分の子供を殺すのでさえ耐えきれない辛さなのに、さらに殺した子供の死体にそんな仕打ち。でもな、ここの先祖はそれを飲んだんだ、やったんだよ。どういった動機、心境だったのかは全部はわからないけど、それだけものすごい迫害だったんだろうね。子供を犠牲にしても、武器を手にしないといけないほどに、すごい。そして、最初の小箱を作ったんだと。各家、相談に相談を重ねて、どの子を殺すかっていう最悪の相談。そして実行されたんだ。そして、八戒が出来上がった。AAは、この箱がどれほどのもので、どういう効果なのかを説明した。要望にあった、子供と女を使ってね。その子供と女の名前は、と。伏せますね。そして、犠牲になった八人の子供の名前は、伏せますね。聞いたことあるろ？俺らは知ってる名前です。でも言えません、本当にごめんなさい。で、効果は絵に言ってたようなものだ。女と子供を取り殺す。それも苦しみ抜く形で。なぜか、徐々に内臓がちぎれるんだ。触れるどころか周囲にいるだけでね。そして、その効果を目の当たりにした住民は、続けて箱を作ることにした。住民が自分たちのために最初に作った箱は、七宝だった。俺が払ったやつだな。
7人の子供の箱。わずか2週間足らずの間に、15人の子供と、女1人が殺されたんだよ。今の時代じゃないだろ？ひどいよな。そして、出来上がった箱を、三角の庄屋に上納したんだ。普通に住民からの気持ち、誠意の印という名目で、庄屋の家は、ひどいありさまだったらしい。女子供、血ヘドを吐いて苦しみ抜いて死んだそうだ。そしてな、住民は三角のお偉方たち、三角以外の周囲地域にも伝えたそうだ。今後一切部落に関わらないこと、放っておいてほしいこと。今までの恨みを許すことはできないが、放っておいてくれれば何もしないということ。守ってくれるのなら、三角へ仕事に出ている部落の者も、今後三角に行くこともしないということ。そして、もし、このことに仕返しをすれば、この呪いを再び振りまくということ。庄屋に送った箱は、直ちに部落に返すこと。なぜ放置するのか、その理由は広めないこと、ただ放置することだけを徹底すること。そして、この箱はこれからも作り続けること。すでに箱は7つ存在していること。7つあるっていうのは、これはハッタリだったんだろうなと思う。そう思いたい。言い方は失礼なんだけど、読み書きすらできなかった当時の住民に、これだけのことが思いつくはずはないと思うんだが。永遠の知恵だったんだろうか。三角含め、周りの地域は全てこの条件を了承したらしい。この事件は、その一時期は周辺に噂としてでも広まったのだろうかな。すぐさま部落への干渉が一切止んだそうだ。で、この部落の大人たちは、それでも作り続けたんだよ。この箱をね、すでに AA はどこかに行ってたらしいんだが、箱の管理の仕方を残していったそうだ。女子供を絶対に近づけないこと。必ず箱は暗く湿った場所に安置すること。そして箱の中身は、年を経るごとに次第に弱くなっていくということ。もし必要なくなった、もしくは手に余るようなら、丸を祀る神社に処理を頼むこと。寺ではダメ、必ず処分は丸を祀る神社であること。そして、住民たちは、13年にわたって箱を作り続けたそうだ。ただ、最初の箱以外は、どうしても間引きを行わなければならない時にだけ、間引いたこの体を、作り置いておいた箱に入れた、ということらしい。子供たちを殺すとき、大人たちは、三角を恨め、三角を憎め、というようなことを言いながら殺したらしい。殺す罪悪感から少しでも逃れたいから、三角にそらそうとしてたんだろうな。箱を作り続けて13年目、16個目の箱が出来上がっていた。一方6つ、二方2つ、五方5つ、七方3つ。単純に計算しても、56人の子供。作成に失敗した箱もあったという話だから、もっと多かったんだろうな。そして、13年目に事件が起きた。その時、すべての箱は一箇所に保管されてたんだが、監視を立ててね。そして事件が起きた。11歳になる一人の男の子が監視の目を盗んで箱を持ち出してしまった。最悪なのが、それが七方だったってこと。箱の強さは、一方、二方という風に数が増えれば強くなる。しかも、出来上がって間もない七方。箱の外観はわかるよな。S が楽しく遊んだっていうように、非常に子供の興味を引くであろう作りだ。面白そうなおもちゃを手に入れた男の子は、家に持ち帰り。その日のうちに、その子を含め家中の子供と女が死んだ。住民たちは、初めて箱の恐怖を、この武器が油断すれば自分たちにも牙を剥く、ということを改めて痛感した。そして、一度牙を剥けば、止める間もなく望まぬ死人が出る。確実に。そして、恐怖に恐怖した住民は、箱を処分することを決めたそうだ。それからは大体わかるよな。代表者5人が俺の家に来たんだわな。そして、俺の先祖に処理を頼んだ。しかし、箱の力が強すぎると感じた俺の先祖は、箱の薄め方を提案したんだ。それは J さんの言った通りの方法。そして、決して約束の年数を経ない箱を持ち込まないこと。神社側からは、決して部落に接触しないこと。前の管理者が死んだ後、必ず報告をすること。箱ごとの年数は、おそらく俺の先祖が大方の目安。箱の強さによって110年とか、七方なら140年ほど。箱の管理から逃げ出せないよう、そのルールを作ったんだ。で、班ごとに分かれた後、一人の代表者を決め、各班にその代表者が届けた。そして、どの箱をどの班に届けたかを俺の神社に伝え、俺の祖先が控えた後、その人は殺される。これで、どの箱をどの班がどれだけの年数保管するのかは分からない。そして、班内以外の者同士が箱の話をするのをタブーとしたそうだ。
なぜ、全体で管理することにしなかったのかは、おそらくだが、これは俺のじいちゃんが言ってたんだが、全体で責任を背負って責任が薄まるよりも、少ない人数で負担を大きくすることで、逃げられないようにしたんじゃないかな？で、約束の年数を保管した後、持ち込まれた箱を処理したと。じいちゃんの運の悪いところは、約束の年数ってのが、じいちゃんと俺のひいじいさんの代に、もろ重なってたってことだ。箱ごとの約束の年数っていうのは、法則とかさっぱり不明で、他の箱はじいさんの代で全部処分できたんだが、吉報だけはやたら長くて、俺の代なんだよな。まだ先だと思って何もやってなかったけど、真面目にせにゃ。これで全部だ。箱に関すること。俺が知ってること。そして、俺が払った吉報は、最初に作られた吉報だってこと。それと、M はさっき電話で。箱の年数は、どうやって決めたのかはわからない。俺の先祖が箱について何かしら知ってたのかもしれないし、AA という人物からそういう話があったらそうしてくれ、と頼まれていたのかもしれない。と言ってました。以上が昨日の夜の出来事です。もうね、三文小説のネタにでもなりそうなお話で、現実に箱事件を目の当たりにした俺も、何が何やらで混乱してます。イッチは、この話を掲載するのをかなり迷ったそう。ただ、スレミンの力を借りて謎な部分を解明したいという思いから、スレ立てを決心したそうだ。M の話を聞いても、M と M の父ちゃんにも不明なことは多いらしく、また、S とその家族、K もできうる限り知りたいと。M も今の時代なら、わからない部分が少しは埋まるかもと。オカルトチックな話で、信憑性もかなあり薄いことだろうと思います。俺も箱を実際見とらんかったら信じてないと思うし、AA が誰なのか、もともとはどこから来たのか、AA は、箱の作り方をどこから知ったのか、また、AA なる人物はどういう理由で置きにいたのかとか、八戒とかいう最初の箱は、どこに行ったのとか、AA はその後どうなったのとか、八戒使って AA は何をしたのとか、沖は京都付近の政治犯が送られてきたってのは習ったんで知ってますが、この箱の作り方が、京周辺にあるものなのかとか、歴史に詳しい方、八戒とかいう言葉が出てくる郷土史、昔話など、情報出てこないですかね？箱の呼び名の由来も不明ですし。ただ、俺の想像なんですが、一方、二方とかは、一方、二方。で、八戒っていうのは八戒なのかなとも。俺らの名前、特に俺自身の名字を明かせない、地域の名前とか肝心な部分を伏せてるとか、こんな状態でお願いするのはお願いになってないし、失礼だとは思いますが、何か情報があったらぜひお願いします。俺自身も、図書館等で郷土史など調べてみるつもりです。何かわかったらまたここに書き込むつもりです。よろしくお願いします。それと最後に、最後の M の話なんですが、俺自身の思うところや感想を、M の言葉を借りて勝手に盛り込んでる文章になってるかもしれません。M は、こんなカッコつけいな話し方しねえよ。って言ってましたし。ただ、それほど強烈に心に食い込む話だったんです。何も思わず、何も語らずってこと俺にはできないです。出しゃばりかもしれませんが、お許しください。小鳥箱の真相は、未だ解明されていないが、幸福の壺、という朝鮮に伝わる呪法は、小鳥箱に似ている。また、AA とはどんな人物だったのかという考察を見てみると、台湾にも、小鳥箱と幸福の壺とほぼ同じものが存在しているということから、台湾の原住民が伝来し AA に伝えられた、もしくは AA は、台湾原住民だったのではないか、とも推測されている。そうなると、伝来したものや AA は、台湾原住民だったのではないだろうか。台湾語がわかる人は、ぜひ調べてみてほしい。巫女として小鳥箱がどのようなものかということは知識として知っていた。だが、実物を見るのは初めてだわ。半日くらい、この結界の中に入れておいて、力を落とした方がいいわね。おい霊夢、ホールケーキがどこにもないんだぜ。あれ？本当ね。誰か来て食べちゃったのかしら。約束が違うだろ。さっきの箱も返してほしいんだぜ。ごめん、掃除してる時に落としちゃったみたいで、明日までに見つけて返すから許して。はぁ、あ、たくいい加減にしてほしいんだぜ。代わりにポテチあげるから許して。マリサはもともと、魔力が高いせいか箱による呪いの力を完全に跳ねのけたようね。持っていた時間が短かったのも功を奏したのかもしれない。しかし、聞いていた以上にまがまがしい呪いの力を放っている。あの小鳥箱が噂に聞く八戒なの？それとも、ずっと怖い顔してどうしたんだぜ？ちょっと考え事してたの。小鳥箱に類似した呪術の話は日本各地にある。
マリサが持ってきたものは、それなのかもしれない。皆さんは小鳥箱をご存知だろうか。2023年である現在から遡ること10年以上前に、2ちゃんに掲載され、今もなお話題になり続けている、いわばパンドラの箱レベルのものである。今回はそんな小鳥箱やそれに類似した都市伝説を一致の奇妙な体験談を元に紹介していく。ただしこれはあくまでも一致個人の体験談であり、絶対に真似はしないでほしい。需要あるなら答えれる限り。このスレが建てられたのは、今から9年前のことである。小鳥箱というのは簡単に表現すると呪われた箱のことで、一つだけ存在しているわけではなく、類似したものも含めると全国に多いとまではいかないまでも様々なものが存在している。小鳥箱はそもそも安易に近寄ったり触れてはいけないもので、特定の人でなければ処理できないアイテムである。どういう伝説があるのか聞きたい。そこの先代の神主の時代に持ち込まれたもので持ち込まれた時点で力が弱くなってたので神社で保管していて、あと50年くらいで処分できるようになるとのこと。マジレッスルとああいうのって神道じゃなくて、陰陽道や修験道、密教なんかが担当するもんだった。神仏集合の時代ならあったかもだけど明治時代にそれ系。神道以外のもんや迷信臭いもん。和大帝廃棄されてるからね。なんで箱がそれ系ってわかったの？持ち込んだ人が名前や作り方も含めて話してくれたらしい。昔話に出てくるものが本当にあって慌てて近場の付き物払いなんかもやってる神社に持ち込んできたと。回答ありがとう。ってことは、持ってきた人の家とかに知らんまま放置されてたってことか。ちな、一致はどうしてその話聞けたの？神社的に話して利益なさそうだけど。オカルト関連のサイトで神主と知り合いになって前々から見たいって言ってたら今回見せてくれた。ちな見た目は長方形の両手に乗るくらいのサイズほとんど黒で表面は漆がところどころ向けてて赤っぽい黒が見える。で名称はタアシ箱。箱は変換に出ない感じだった。作り方も聞けたけど載せる？作り方なんて書かないしかいいよ。真似するバカが世の中には絶対いる。途中まで書いてたけどやめとくよ。小鳥箱と結構作り方が違ったから聞いてみたかったんだけど。重要なとこ伏せたらいけるんじゃないか。とか無責任なこと言ってみる。いいな、神主さん知り合いたいわ。大丈夫だと思うんだけどね。ちょっと話しちゃうけど材料の胎児を妊娠から一定期間に取り出すらしいんだけどその時期も書いてないし。一致が解説しているように、名称もその地域によって様々であり作り方や中に入れるものもそれぞれ異なる。一度はその作り方を書きかけでやめようとした一致だが、スレミンの言葉に誘われるかのようにその続きを書き始める。そか、聞いてみたかったけど、仕方ないね。てか、胎児取り出すとか恐ろしい。別にかっさばくわけじゃないからな。どうやるかは知らないけど流産させるらしい。鳥ってこれでいいのか？方法は、まず胎児を特定の期間内に流産させその直後にそれを加工して糊状にし、胎児の、に浸した小箱に流し込んでいく。あとは箱がいっぱいになるまで胎児を加工して流し込むを繰り返しいっぱいになったところで最後に入れた胎児の糊を使い箱に封をする。そして呪いたい目標の近くにその箱を置く、装飾して相手に送ってもいいし相手の家の敷地に埋めてもいい。効果は箱の近くの女性の腹につき不妊にする、妊婦なら流産させるというもの。カナダッタはこれでどうだ？補足。箱の大きさで力が決まるらしい。中に入れた胎児の数で決まる？持ち込んできた人の話ではこの箱が一番小さく自分たちはそれしか知らないと。また昔話のように伝えられていて上の方法もさらにぼかしが入ってるかもしれない。ほう、ノリか。ってことはシャレコアに伝わるような即、テロアイテムってわけじゃなくお家に後継ぎを産ませないためのじわじわ系アイテムなわけね。そっちの方が確かに現実的だな。扱いやすいし。しっかり男だぜ。まあなんかあっても種なしになる程度だろ。つまり、お家断絶を狙った呪物か、しかしえぐいな。糊状にするってのも柔らかい胎児だからこそって感じかね。知らずに保管してた家では怪異は起こらなかったのだろうか。まあ、力が弱まったからお払い箱として保管されてたのかもしれんが。胎児ならまだ霊界とのつながりを持つという根拠を利用した、無垢な人心をより白にした怨念の入れ物か。補足に入れ忘れたけどこの方法は渡りの男が伝えた方法らしいから元はよそのらしい。ちなその神社も持ち込んだ人も東北県。小鳥箱知ってたけど、まさか糊状にするとは。ふむ、えぐいな。小鳥箱もそうだが、なぜ人間を使うんだろう。犬神とか動物で代用できそうな気がするんだけどな。特に知識があるわけではないからあくまでも仮説というか自分なりの想像なんだけど。人間を呪うものだから、より人に近い方が強力なんじゃないかな？
虫より哺乳類、犬より猿みたいな。ホラーゲームではよくありがちな光景だが、これが実在しているとなると話は別だ。ただでさえホラーゲームが嫌いな人にとっては、失神してしまうレベルだろう。人の負の感情は何よりも強い力を持ち、言ってみれば悪者が放つ邪悪な魔法のようなものだ。その感情が強くなればなるほど無差別で周りに悪影響を及ぼしやすい。挑戦系の呪術って昔小鳥箱まとめで言われてたな。何でも挑戦系はこれだけエグいことをしたんだからそれだけの見返りがあるだろうって考えらしい。彼らは本国でも日本でも今罰当たってる。日本で災害のあった地域を調べると。だとして、巻き込まないでほしいよな。しかし、箱自体は物質として存在しているのだから、ダビに伏し、肺を命の源泉である海に放流して供養することで怨念の解除はできないのかね。なんか聞いたことがあると思ったら高知の熱海名に似てる。高知にもあるの？高知にあるとか、そほど怖えわ。地元だし。ここでスレミンの一人が一致の話を聞きながら、似たようなものの存在を思い出す。やはりそのスレミンが聞き覚えがあるものも、名称は異なるものの似たようないわくつきのもののようだ。熱海名って何？調べても店しか出てこないんだけど。うん。高知というか四国のほぼ全域で見かけた。小鳥箱が流行る前は誰もが同じことを言ってるよ。むしろ民間伝承で検索に引っかかるものはほとんどないことを知るといい。民間伝承を調べてた頃によくお寺や神社を回ったんだ。いくつか回って高知だけで3つ熱海名って掘った壺があったんだよ。どうもその壺の作者の名前らしいんだけど熱海名に見えるだけで実際には現地で呼ばれている名前は違うと思う。初めて見せてもらった時に住職が熱海名って掘ってあるんですと言われてから見たからそう見えたけどどう見ても身が草書体の図に見えたんだ。隠そうとしているのか本当に知らないのかはわからないけどね。それで今度は神社で見つけた。同じ壺ではないけど一回り小さな壺で熱海名って書いてあった。けどその壺には触らせてくれなかった。動かすと危ないってね。最後に見つけたのが四万十川に埋められているもの。これは見ていないけど住職に熱海名の話を聞いた時に教えてくれたもの。まだ溶けていないから四万十川には行くなと何度も注意された。こういった時は人災も含まれるから行かないようにしている。どれも共通しているのは熱海名という名前の壺で人を詰めたもの。高知では方法は教えてもらえなかったんだけどね。徳島愛媛で熱海名を知ってる人がいたのにはびっくりした。ただ知り得たのは振って中身が減ったら開封し新たに詰め直す。それを数回繰り返して完全に中身がなくなったら壺が完成すると。骨残るんじゃないか？って聞いたけどそこまでは知らないと言われた。まあ、そこまで深く追求すると本当に危ないのでそこで熱海名に関しては終了したよ。書けるのはここまでだけど似てないかい？やはり一致の話同様、器は箱にしろ壺にしろ、入れるものはどちらも人間が関わっているようだ。一致たちの話では特別な儀式は行わずとも設置するだけでその効果が発揮されるようだが、一方的な感情のターゲットにされ被害に遭った場合はたまったものじゃないだろう。骨？そう骨。いろいろ細かい描写はグロいから省いたんだ。骨壺の中にぐちゃぐちゃの肉が入っていると想像するとわかりやすいかな。だから砕かれた欠片は残ってるはずなんだよね。なんちゅうまあ、それはちなみに、赤ちゃんがやっぱりあれなん？骨砕くのか。作業工程が胎児より大変そうだし心にきそうだな。そこから考えると胎児まだ楽だし合理的なのか。いや、調べた中では対象に年齢制限はなかったかな。恨む対象の血縁者を使用していたらしいからね。恨む対象の血縁者とか、相手にもろばれじゃんとか思ったけどそういう心理作戦も含めての呪いなのかね。怖っ。主に罪人の一家や非道な行いをしていた地主などに対して行われていたようだよ。今しめも含めて行っていたのだろうとは思うけどね。人力ではなかったらしいよ。使えなくなった井戸の底を砂利と石灰で埋めて地上に出ている部分に入れる。そこに加工した石を落として牛に繋いでゴリゴリと。それと気になった部分が一点あるんだ。自分が聞いた限りでは50年で払えるものってかなり強力な部類だと思うんだよね。四万十川に埋めてあるものでも60歳の住職があと10年ぐらいは様子見て、無理そうだったら息子に伝えて時代の住職に託すって話だったんだ。本物であるかはともかく、もし神社で保管されていた状態が悪かったら付き物が寄ってくるから一気に人災が降りかかる恐れがあるから気をつけて。それと保管状態によっては年々ひどくなっていくのが通例だから人気のない場所に保管していたのでなければお祓いに行ってきてね。できれば紙で編んだ紐を清めた水で洗ってから身につけておくといいよ。50年前後で 100% 安全に処分できるらしい。やろうと思えばもう少し早くできるらしいけどもしもに備えて長めにしとってるって言ってた。帰りにお祓いしてもらったから大丈夫だと思う。
人の負の感情というのは、もともとその感情を込めた人がいなくなっても長年にわたりこの世に存在し続ける。ドラマやアニメなどで末代まで呪ってやるというセリフがよくあるが、これは作られたセリフではなく事実なのかもしれない。今しめか。それでも巻き添え食らった血縁者は悲惨だね。まあ、同じ穴のなんとやらかもしれないけど、囲う方法怖いわ。ふとした疑問なんだけど、壺の中身がなくなったら継ぎ足すって書いてたじゃない？加工した材料、どこかに保存したのかしら？そのまま放置してたら、井戸の中に染み込みそうだけど。継ぎ足すのは違う人物だよ。その地域から離れるか壺が完成するまで作られたって話だからね。別の人物っていうのを、作り手が変わるのと勘違いしてた。読み返して理解したら、電車の中で変な声出してしまったよ。完成する前に一族全滅しそう。落ち着いて深呼吸して。私も調べている時に何度も発狂する思いしたからわかるよ。好奇心でこういったものに近づかない方がいい。私は仕事で関わっただけなんだけど、今はすごく後悔しているし何より人をすごく怖いと思った。これとは関係ないけど念だけで人を、巣実験だってこの国はしてる。私は関係ない私はやってない私は関係ない。ひいひいばあちゃんに、幽霊より生きてる人間の方が怖いって言われたことを思い出したわ。確かに、必要以上に首突っ込むものじゃないね。ありがとう。こんなこと言うのもあれだけど、57も自分を大事にね。ありがとう。自分も本当にそう思うよ。民間伝承は本当に怖くなる。必ずと言っていいほど人の業を見ることになる。しかし、銃って使用者にもリスクがあるんじゃねえの？人を呪わばあな二つ。これは単なるストッパー的自戒と自責の言霊なの？それを気にしなければ、または呪い返し受けの依り代があれば銃をご利用しできるの？小鳥箱じゃない話もえぐくて怖い。スレミンのヒーヒーおばあさんが口にしているように本当に怖いのは幽霊ではなく人間だというのは、まさにその通りだとこの話を通して感じざるを得ない。負の感情や欲など人の行き過ぎた感情こそが、人を狂わせてしまう最悪の狂気と言えるだろう。次は小鳥箱に類似した都市伝説を実際に体験した一致が、赤裸々に告白する一部始終をご覧いただこう。子供の頃に体験した不思議な話を投下させてもらいます。幼少の頃の記憶が元になっているので、あやふやなところもあるけどそこはご勘弁を。長いのでいくつかに分けます。子供の頃というのは、人によっては霊感があったり前世を覚えていたりと不思議な体験をする人も少なからずいる。一致もまさにその不思議体験をした一人であり、その子供の頃からの一連の出来事を静かに語り始める。まず話は俺が小学校に上がる前の頃の話。だから多分5歳頃だと思う。俺はその頃、中国地方の愛知県に住んでいた。で、親父の仕事の都合で引っ越すことになったんだ。引っ越し先はいわゆる新興住宅タウン。都会で生まれ育った人にはピンとこないだろうけど、要するに、山を一つ切り開いて造成して、住宅タウンとして新しく街を作ろうってな感じのとこ。当時愛知県には、そういった新しくできる住宅タウンが非常に多かったらしい。愛知県だけでなく、地方なら大体そうだろうけど、その住宅タウンは、山道を車で登っていくと突然周りが開けて、そこに町があるといった風情。なのでその町は、山に囲まれるようになってたんだ。新しい家に引っ越してきて、でも基本的にはまだ田舎だから、夜はものすごく暗い。オープンしてまだ間もないタウンなので、人もそんなに多くはなかった。なので、親から俺はこんなことを言われた。暗くなるまで遊んでると小鳥小僧に連れ去られて食べられるよ。まあ今にして思えば、大人が子供に早く帰ってこいって意味の脅しなわけだが、子供の俺にしてみれば、小鳥の顔をして、でも胴体が小僧。小鳥小僧と聞いて、子供の頃の一致のように顔と体の生き物が別だと想像する子供も少なくないだろう。実際似たようなもので有名なところでは、ケンタウルスやヒッポグリフ、ヌエなど伝説上の生き物が挙げられる。普段見慣れないものに出くわせば、それは子供だけでなく大人でも怖いと思ってしまうだろう。そんな化け物がいるのかとすごく怖くて、どんなに外で楽しく遊んでいても、夕方には必ず帰るようにしていたんだ。子供心は可愛いねえ。で、うちの数軒隣には、もうかなり前からこの土地に住んでるっていう家の、M 子という俺と同じ年の女の子がいた。すごく可愛い子で、まあ俺の初恋の子なわけだが。ともかく、その子ともよく遊んでいた。周りには空き地が数多くあり、また建築途中の家もいっぱいあったので、俺たちはそういうところに忍び込んでは、秘密基地だと言いながら、人形が自分たちの子供という設定で夫婦ごっこをしてみたり、また M 子の部屋に入って漫画とか読んだりして遊んでいた。そんなこんなで小学校に入って、
もちろん男の友達とかと随分とやんちゃな遊びもしたけど、M 子とも引き続き遊んだりもしていた。そうこうしてるうちに、ある日ふと気づいたんだな。あれ？ M 子って同じ歳なのに、なんで小学校にいないんだろう？と。ただやっぱり子供なのか、そんな大事なことをまあ一家とあまり深くも考えなかった。M 子に対して素朴な疑問を覚えた一致少年だが、そこはやはり子供の感覚。いつものように M 子と遊べているのだからいいか、と深くは考えなかったのだろう。ある日、小学校の遠足で、小学校の裏山の G 山というとこに登ることになった。G 山は、子供の足で頂上まで1時間30分くらいだったと思う。頂上には社みたいなところがあって、でも霧が高く昼間でも薄暗くて、ちょっとおっかないところだった。で、列になって山道を登ってると、ふと気づくと横に M 子がいたんだ。あ、なんだ。M 子もやっぱり同じ小学校だったんだ。何組だろ？と思いながら、1学年で7クラスあったので、全員を知ってるわけでない。M 子と手をつないで一緒に登ることになった。ただ M 子は、いつもと違ってちょっと暗い顔をしていて、言葉少なかったのを鮮明に覚えてる。普段一緒に遊んでいる時とは明らかに違う様子の M 子のことが子供なりに気になった一致少年。だが一致の言葉から察するになぜそんな暗い顔をしているのか、なぜあまり喋らないのかなど追求はしなかったのだろう。どうにか頂上について、お弁当タイムということで、M 子と一緒に食べようと M 子の姿を探したけど、見つからないんだな。それに、女子と一緒にお弁当食べてると、友達にからかわれるような気もして、その日は結局、下山する時も M 子の姿は見えなかったんだ。で、その日以降、なぜか M 子の姿を見ることが少なくなった。いや、これははっきり覚えてないんだが、その G 山に遠足で登った日以降も、M 子と何回か遊んだ気もするし、それっきり M 子の姿を見てない気もする。その辺の記憶はもう定かではない。小学2年の終わりに俺は、またもや親父の都合で今度は東京に引っ越しすることになった。その頃にはもう M 子のことはあまり気にならず、別の女の子が好きだったので、引っ越しで出発する日も、大して M 子のことは気にしてなかった。ここまでが子供の頃の話。長くてすまん。で、本題はここからだ。小学3年の春に東京に引っ越してきた俺は、その後ずっと東京にいて、H 県には全く帰ってなかった。結果として M 子と離れ離れになった一致少年だが、子供ということもあり、さほど人間関係にはこだわらずそのまま幼少期を過ごしていく。そして時は過ぎ大人になった一致が、とある日の出来事をきっかけに子供時代の記憶とまるで欠けていたパズルのピースが次々見つかるように繋がり始める。今でも H 県にはばあちゃんや親戚は住んでるが、俺自身はあまり交流はない。で、数年前に怖い話を読んでると、まあまずは小鳥箱の話が目につく。読んでる時は何とも思わなかったけど、数日後にタバコを吸いながら、そういえば小鳥箱って、小鳥箱って書くんだよな。島根県って言うから、H 県と近いよな。なんて思ってて、それでピンときたんだ。あれ？昔、親から脅された小鳥小僧って、俺が勝手にそう思ってただけじゃ。小鳥小僧。小鳥小僧ってことか？その瞬間背筋がゾクッとした。いや、まさかな。でも、島根と H 県じゃ隣だし、当時俺が住んでいたところは、H 県の外れの地方で島根との県境も近い。なんか関係あるのか？と思い、翌日親に電話で聞いてみた。小鳥小僧って小鳥小僧ってことか？それってどういう話なんだ？ああそうよ。あんたよく覚えてるね。A 地方イコール H 県で住んでいた地方に伝わる話らしいよ。でも詳しいことは私も知らんわよ。結局その時は、小鳥小僧のことはよくわからない姉妹だった。親に直接聞いてみたものの、結局小鳥小僧のことはわからずどこかモヤモヤする一致だったが、その時点ではそれ以上の進展は何もなくそれからまた数ヶ月の時が過ぎる。それから数ヶ月後、たまたま仕事で H 県に行った俺は、2日ほど休みを取って、レンタカーで昔住んでいた住宅タウンに行ってみることにした。カーナビでなんとかたどり着いたその住宅タウンは、昔とほとんど変わらない。いや、むしろ地方経済不況の波で、ゴーストタウンっぽくなっていた。当時住んでいた家は、もちろん今は他人の家だが、外観自体はそのままで懐かしく、その家の前で車を降り、しばらく周りを散歩してみることにした。で、目に入ったのが M 子の家。M 子の家も当時と全く同じ外観だった。M 子はもう当然結婚してどっかに嫁いでいるだろうから、実家にはいないだろうけど、俺のことはまだ覚えているだろうか？もともと住んでいた場所に帰ってきて、子供時代を一気に思い出した一致。そして M 子の実家を目の当たりにして、M 子との思い出も一気に蘇る。G 山への遠足以来ぱったり M 子とのつながりが断たれてしまっていたため、一致はその後の M 子がどう過ごしていたか気になり始めていた。
そういえば、お別れも何も言わずに引っ越してしまって悪いことをしたな。とそんなことを思いながら、M 子のお母さんがいれば話を聞けるかもしれないと思い、思い切って M 子の家の呼び鈴を鳴らしてみた。はい。と出てきたのは M 子のお母さん。俺がなんて説明しようかと迷っていると、お母さんが。あら、もしかして、S ちゃん？と言ってくれた。まあ懐かしいわね、大きくなって。上がっていきなさいよ。お茶でも飲んでいって。ということで、家の中に通してもらったんだ。でもまあどうしたの？突然に。いや、仕事でこっちの方に来たのでつい懐かしくなって。と、しばらくは俺の近況報告みたいなのになったんだが、話が一段落したところで切り出した。当時と変わらない M 子の母親の優しい対応に一致は安心したのか、ずっと気がかりだった M 子のその後について質問をしてみる。M 子ちゃんは今はどうしてるんですか？無言なまま5分くらい経っただろうか。下を向いたまま何も話そうとしない M 母。俺もちょっと、何かまずいことを聞いたんだろうか。と後悔し始めた頃に、やっと M 母が語り出した。S ちゃんは、まだ小さかったから何もわからなかったのよね。で、すぐに東京に行ったから、知らないままだったのね。俺はわけもわからずポカーンとしてると、M 母が全てを教えてくれた。以下は M 母の話だ。方言は標準語に直してるし、話はもっと長いんだが、ある程度要約もしてることを先に断っておく。また、人権問題の微妙な話も含まれるので、そのあたりは割愛する。子供の頃は知らないことが多くて当たり前だが、M 子の母親が口にした言葉は、大人になった一致でさえもわけがわからなかった。不思議そうな表情をしている一致を眺めながら、M 子の母親は静かに語り始める。M 子がまだ1歳の頃の話よ。その頃はまだこの辺りはこんなに開けてなくてね。山の中の小さな村で、この辺りは今で言う童話っていうの？要は部落があったのよ。部落の話は、S ちゃんもある程度は知ってるわよね。で、ある時、この辺りを開発するってことで県のお役人がやってきて、私たちと県のお役人で大喧嘩が始まったのよ。私たちとすれば、この土地でこれからもずっとひっそりと暮らしていきたいのに、そんな新興住宅タウンを作るなんてとんでもないと。そこで、村の男たちが毎晩集まって相談をしていたのね。この地方にはね、小鳥小僧様っていう言い伝えがあって、生まれて2歳までの女の子を、生贄として小鳥小僧様に差し出すと、ものすごい力で憎い相手を退けることができるって言い伝えがあったの。私たちも、もうここ何十年もそんなことはずっとしていなかったんだけど、村の王様小鳥小僧様に生贄を差し出すって言い出してね。そしたら村の男たちもそれしかないってことになったのね。その時村には、2歳までの女の子は M 子しかおらず、結局白羽の矢が M 子に立ったわけ。そりゃ私やお父さんは大反対したわ。でもね、結局、おさには逆らえず、泣く泣く M 子を生贄として小鳥小僧様に差し出したわ。当時のことを思い出しながら鎮痛な面持ちで語り続ける M 子の母親。それでも一致には知っておいてほしいとさらに話は続く。裏にじい山ってあるでしょ。あの山の頂上に社があるんだけど、S ちゃんも行ったことあるでしょ。あの社には小鳥小僧様が祀られているの。おさが泣き叫ぶ M 子を私たちから奪って、じい山に連れて行ったわ。でも結局、その後すぐに開発計画は決まって、この辺り一帯は大きく変わったわ。当然部落もその時に全て壊されてね。もともと住んでいた私らは、この土地に残るもの、県が用意した他の土地に越していくもの、いろいろだったわ。結局、小鳥小僧様なんてただの言い伝えだったのよ。S ちゃんたちがここに越してきたのは、町がオープンしてすぐの頃だったわよね。M 子の母親が一連の出来事を話し終えた時にはもう一致は頭の中が真っ白になっていた。ここまで聞いて、俺はもうパニックだった。嘘でしょ？だって俺小さい頃、M 子ちゃんと遊んだりしてましたよ。この家にも何回か遊びに来て、お母さんもいましたよね。と、上ずった声で必死に M 母に問いかけた。パニックになって質問をする一致をよそに、M 子の母親は冷静に言葉を返す。そしてまた M 母が語り出す。ええ、そうね。S ちゃんはよく M 子と遊んでくれてたわね。私はね、S ちゃんが近所で一人で遊んでる姿をよく見かけたわ。また、一人で S ちゃんが家に上がってきて、M 子のためにと開けてあった部屋でずっと遊んでいたわね。私らにはね、M 子の姿は見えないんだけど、うちのお父さんと、ああ、S ちゃんには M 子のことが見えてるんだね。M 子も遊びたい盛りの年頃だ。S ちゃんには悪いが、しばらく付き合ってもらおうって話してたの。そして、ある頃から、S ちゃんがそうやって一人で遊んでる姿を見なくなったわ。
これは後から聞いた話なんだけど、〇〇小学校の1年生って、毎年 G 山に遠足で登るんですってね。S ちゃんも行ったんでしょ？これは私の推測なんだけど、S ちゃんが G 山の社に行ってくれたおかげで、多分 M 子も成仏したんだと思うわ。大きくなったら、S ちゃんにはきちんと話そうと思っていたけど、すぐに東京に行ってしまったでしょ？お父さんも私もそのことだけ泣きまかりだったけど、強行して話せてよかったわ。M 子のお墓はバツバツの近くにあるの。もし時間があったらお墓参りしてくれると嬉しいわ。子供には大人には見えていない何かが見えるというのは今でもよくある話だ。そう捉えた M 子の両親は、一致が M 子と遊んでいると信じて真実を伏せてそっとしておいたようだ。だが当たり前ながら、それを大人になった一致がすんなりと受け入れられるはずもない。もう、俺は涙目。自分はずっと霊感なんてこれっぽちもないと思っていた。いや、むしろ霊とかそんなものは絶対にいないと思っていた。一応、理系出身なので、科学が全てだと思っていた。けど、もうこの話を聞いた時には涙が止まらず、ただ M 母の話をうなずいて聞き、そして M 子のお墓参りをして、東京に帰ってきた。最近になってようやく、このことの整理が自分の中でついてきて、書いてみようと思った。有名な小鳥箱に、小鳥小僧は関連があるのかどうかは結局わからない。また今でも、M 母の話が本当のことかどうかは俺にもわからない。自分の記憶の中では M 子は確かに存在していた。遠足の途中で握っていた手のぬくもりはしっかりと覚えてる。そもそも、俺の初恋って。M 子はそもそも一致と知り合った時点で、この世には存在していなかった。だがそれでも彼女は一致と知り合って、多くの楽しい思い出を作れたのは言うまでもない。もしかしたら G 山に一致が足を踏み入れた時点で別れが決まり、M 子はそれが寂しかったのかもしれない。一致にはこれからも M 子との思い出を大切にして過ごしていってほしいものだ。最後は小鳥箱が流行った時期に、それを模したいたずらを決行した一致の奇妙な体験談をご覧いただこう。まさに小鳥箱が流行った当時、これをネタに自称霊感女を引っ掛けてやろうぜと言い出した友人がいた。早い話が、小鳥箱らしきものを自作して、いかにも曰くありげに見せて怖がらせよう、と。まあ、悪趣味な話だ。普通だったら誰かが止めるんだろうけど、その自称霊感女はこれまでいろいろやらかしてたこともあって、言い出しっぺとは別のやつが、偽小鳥箱作りを引き受けた。一致が自称霊感と表現するのも無理はない。そもそも霊感がない人にとっては信じがたいものであることと、霊感だと感じているそれは実際にはその人の妄想から来る幻想である場合もあるからだ。人によっては、それが本物の霊感なのか否かも判別できる。この偽小鳥箱を作ったやつ、俺らの仲間内ではなんていうか、地味であんまり目立たないやつだった。でも手先は器用で、自分でアクセサリー作ったりとかしてた。そんなやつが、箱じゃないんだけど。なんて言うんだ、茶道で使う夏目って言うんだっけ、あれを古道具屋で安く買ってきて、いかにもそれらしく細工したわけだ。そしてうちの像を片付けてたら穴役目は、言い出しっぺが引き受けた。で一週間くらいかけて仕込みをしてさ、小鳥箱を参考に、言い出しっぺが、この前実家に帰ったらさ、と飲み会などで話を持ち出し、自称霊感女の興味を引いた。別のやつはそういえばネットでこんな怖い話見たんだけどと、これまた自称霊感女に情報を与え、誘導していった。言い出しっぺの実家は、本当に昔武家屋敷だったとかで、説得力はあったと思う。なんとかして自称霊感持ちの女性にドッキリを仕掛けようと時間をかけて彼女に入念に情報をすり込みながら偽小鳥箱を作成してきた一致たち。また一致の友達で言い出しっぺの実家の件もあり着実に興味を引けたことは間違いない。ちなみに制作者は言い出しっぺに偽小鳥箱を預けてからは、俺らの中に混じってそ知らぬ顔で、自称霊感女と接していた。で他の友人の結婚式の打ち合わせでファミレスに集まった時、言い出しっぺが、そうそう、この前言ってた、蔵の中で見つけた変なもの、今日持ってきたんだ。と、偽小鳥箱を取り出した。見た瞬間、やばいよ、これやばいよ。と騒ぎ始める自称霊感女。そしてネットで見たとは言わずに、いかにも自分が関係者のような顔をして小鳥箱の説明を始める自称霊感女。俺はそんな彼女を無視してそんなの作り話だろ。これ開けてみればいいじゃんと、偽小鳥箱を開ける役目だった。この時点で、偽物の中身は知っていた。ちなみに偽物の中身も、今思うと本当に悪趣味なんだが、本物に似せていた。おもちゃ屋でいたずらグッズの指買って、血みたいに塗ってさ。まあ冷静に考えれば、本物だったら中に入ってるのは紐の状態だろうなと想像はつくんだろうけども。とにかく俺は、本気で怯える自称霊感女と、心配そうに見守るふりをする仲間の前で、
偽物を開けようとしたわけだ。見守るみんながやめなよとかやれやれとか煽る中、俺は偽物の蓋に手をかけた。一致たちの計画通り、自称霊感持ちの女性がいい反応を見せ始める。引っかかったなと言わんばかりに周りは次々と展開を盛り上げるように煽っていく。そして手はず通り一致が偽小鳥箱に手をかける。けどこれが開かないんだ。すっげえ硬いの。思わず制作者の方を見ると、制作者もはてなな顔をしていた。それでも向きになって開けようとしていると、不意に誰かが俺たちの席に近づいてきた。あんたそれ絶対開けるなよ。って突然声をかけられて、思わず振り返ると、ハーフっぽい顔の男が立っていた。ハーフっぽい男は俺の手から偽物を取り上げると、俺たちをじろっと睨んで。どうせいらないだろ。これ、もらってくわ。と言い捨て、さっさと店を出て行った。残された俺たちはポカン状態。一体なんだあれ？もしかして誰か仕込んだ？とか思ってると、さっきの男の連れらしいのが話しかけてきた。なんで連れってわかったかというと、店を出ていく男に向かっておいちょっと待てってと声をかけていたから。ああなんかごめんね。あいつ変わってるでしょ。でもまあ許してやって。とか適当なことを言いつつ、支払い済ませて出て行った。ちなみに自称霊感女は、男が偽物を持って出て行った後、安堵のあまりがち泣きしてた。俺たちは肩透かし送った気分だったけど、当初の目的だった自称霊感女を本気で怖がらせることができたので、もやもやしつつもまあいいかとなり、その日は解散した。あと少しで自称霊感持ちの女性をドッキリにはめられた一致たち。しかし予想だにしない事態と正体不明の新たな人物の登場にプチパニックになったままその日は過ぎていった。しかしこの後、一致の周りに不可解なことが起き始める。びっくりしたのは数日後。怪しいハーフ男は、当時大学生だった弟の同級生だった。仕事終わって会社を出たら、弟とそいつが待ち伏せしてた。弟には自称霊感女が起こしたトラブルや、今回の偽小鳥箱のことを話していた。それがどこでどう繋がったのか、正直気持ち悪かった。知り合いだと紹介されて、最初は俺らの計画を止めるためにわざわざやってきたのか？とか思ったんだけど、俺らが集まったファミレスにハーフ男がいたのは、本当に偶然だったらしい。まあ弟とは生活圏被ってたから、奇跡的な偶然ってわけじゃないかもだけどな。俺の顔を見て開口一番、ハーフ男は、ああいうの、もう作らせない方がいいっすよ。と言ってきた。最初はいたずらのことを言われてるんだろうなと思って、俺らもハーフ男の介入があったおかげで、かなり悪趣味なことしたよなぁという自覚があったので、年下に説教される我が身を恥じつつ、まあ、もうしないわとか言ったのね。そしたらハーフ男はため息ついて、オカルトとか好きなんですよね。だったら本当にヤバいものがあるってこと、なんとなくわかりません。と言った。背筋がゾワッとした。あれを作った人は、その気がなくてもそういうものを作っちゃう人です。たとえ中身が本物じゃなくても、相手に対して何らかの悪意があれば、本物に近いものになりますよ。ハーフ男はそれ以上詳しい説明はしなかったけど、なんか腑に落ちた。制作者は学生時代、自称霊感女に振られたとか、霊感女のせいで当時の彼女と別れたとか、そんな話を聞いたことがある。どっちも俺にとっては後輩で、詳しい話を聞いたわけじゃなかったけど、偽物作って騙そうぜとなった時、制作者がやたらと張り切ってたのを思い出した。人の強い思いというものは、話題になっている小鳥箱同様込めることで威力を発揮する。それがたとえいたずら目的で作られたものであっても、そこに制作者の強い思いが込められていれば、たちまち偽物が本物に進化する。今回偽小鳥箱の制作者は、作る過程で偽物を本物に仕立て上げてしまったようだ。弟はもうちょっと、ハーフ男から色々聞かされてるらしかった。なのでしばらく経ってから、酒飲ませて色々聞き出した。ハーフ男に対する興味もあったしな。弟から聞き出せたのはこんな感じ。マジで？と思ったけど、弟を通じて関わりができてから、2回ほど思わぬタイミングで助けてもらったからな。ハーフの男性の話を聞いて腑に落ちつつも、どこかでまだ信用しきれていなかった一致だが、そんなある日衝撃的な事態が起こる。ちなみに俺、というか俺の友人が助けてもらった一回が、2年ほど前に制作者が突然、した時な。制作者とは偽小鳥箱の一件以来、あんまり連絡取ってなかったんだけど、ある日別の友人を通じて、だと知らされた。まだ若くて特に病気もなかったのに、自宅に戻って朝起きてこなくてというパターンだ。この時例のハーフ男がいきなりフラッとやってきて、あの人、なんでしょ。手作りのものを誰かにプレゼントしてると思うんで、回収してください。って、すげえ無茶を言われた。意味不明だと思いつつも、俺は友人に連絡取って、とりあえず制作者が作ったアクセサリーを回収しまくった。
集めたそれを、ハーフ男は分別して、ヤバそうなもんだけ持っていった。そのうちの一つ、指輪だったわ。なんかもう俺が見ても、これちょっと、ってなるようなものだった。造形が気持ち悪かったとかじゃないのにな。ハーフ男曰く、ああ、半分は俺のせいかもですね。あんたらのいたずらの一件で、自分が本物を作れることに気がついちゃったんだと思いますよ。はや、にしたのもそのせいでしょうね。だそうだ。幸いにというか、あの一件以来俺は距離を置いてたので知らなかったんだが、制作者は以前にも増してアクセサリー作りに精を出し、作ったものは気前よく人にあげてたそうだ。一番ヤバい指輪をもらった俺の友人は、そうとは知らずに、制作者が片思いしてた女と結婚した男だった。個人的にたたられ矢の呪詛バージョンの血筋ってのが笑えない。そういう知識がなくても、先祖から引き継いだ血ってのは馬鹿にできませんよ。ってハーフ男に言われたのが、なんか印象に残ってる。今は海外にいるらしいけどな、ハーフ男。またいつかひょっこり連絡あるんじゃ。という予感があるんだが、連絡あるってことは、俺の周辺にそういうトラブルが発生した時だと思うと、ちょっと複雑だ。いたずら目的があらぬ事件を呼んでしまった一致の黒歴史とも言うべき体験談。一致本人にはこの時点では何も災いは降り注いでいないようだが、たとえいたずら目的でさえも、こうした立ちの悪いことをすると恐ろしいほどの天罰が下るということもよく理解できたことだろう。皆さんも流行っているからといってこうしたことは絶対にしないでほしい。今日はなんかいろんなものをご馳走してもらって悪いんだぜ。次のものも持ってきたわよ。食いきれないんだぜ。万が一のため、マリサには私が霊力を込めた、厄除け、魔除けの料理を食べさせて、怨念を浄化させているけど、どこまで効果があるか自信がないわね。幽霊より生きている人間の方が怖いとはよく言ったものだわ。生きている人間の力で生み出された呪物には、とてつもない怨念が込められている。そういえばあんなものもあったわね。小鳥箱と同じくらいに作り方がまがまがしい、有名な呪物が。古い建物の片付けや解体を行うと、お宝が眠っている可能性もあるが、時にはまがまがしい気を放つものが出てくることがある。もしあなたがそんな怪しいものを見つけたら開けるだろうか。今回は、解体屋の一致が体験したおぞましい体験談を紹介する。俺、建築関係の仕事やってんだけれども、先日、岩手県のとある古いお寺を解体することになったんだわ。今は利用者もないお寺ね。で、お寺ぶっ壊してると、同僚が俺を呼ぶのね。一致、ちょっと来て。と、俺が行くと、同僚の足元に、黒ずんだ長い木箱が置いてたんだわ。何これ？いや、何かなと思って。本堂の奥の密閉された部屋に置いてあったんだけど、ちょっと管理してる業者さんに電話してみるわ。木箱の大きさは2メートルくらいかな。相当古いものみたいで、多分木が腐ってたんじゃないかな。表に白い紙が貼り付けられて、何か書いてあるんだわ。相当昔の字ということは分かったけど、半字のようなものも見えたけど、もう紙もボロボロで、何書いてるかほとんどわからない。かろうじて読み取れたのは、大正、年、七月、の呪法をもって、両面少なお、二法図。的なことが書いてあったんだ。木箱には釘が打ち付けられてて開けるわけにもいかず、業者さんも明日、昔の住職に聞いてみると言ってたんで、その日は木箱を、近くのプレハブに置いておくことにしたんだわ。で翌日、解体作業現場に着く前に、業者から電話かかってきて。あの木箱ですけどね、元住職が、絶対に開けるなってすごい剣幕なんですよ。なんでも、自分が引き取るって言ってるので、よろしくお願いします。俺は念のため、現場に着く前に現場監督に木箱のこと電話しておこうと思い。昨日の木箱のことですけど。ああ、あれ。お宅で雇ってる中国人、かっこ留学生のバイト作業員二人いるでしょ？そいつが勝手に開け寄ったんですわ。とにかく早く来てください。嫌な予感がし、現場へと急いだ。プレハブの周りに5から6人の人だかり。例のバイト中国人二人が、放心状態でプレハブの前に座っている。こいつがね、昨日の夜中、仲間と一緒に面白半分で開け寄ったらしいんですよ。で、問題は中身なんですけどね。ちょっと見てもらえます？担当直入に言うと、両手をボクサーのように構えた、人間のミイラらしきものが入っていた。ただ異様だったのは、頭が二つ。シャムソーセージみたいな奇形児いるじゃない。多分ああいう奇形の人か、作り物なんじゃないかと思ったんだが。これ見てね、ショック受けたんか何か知りませんけどね、この二人何にも喋らないんですよ。
中国人二人は、俺らがいくら問いかけても、放心状態でぼーっとしていた。日本語はかなり話せるのに。あ、言い忘れたけど、そのミイラは、頭が両側に二つくっついてて、腕が左右二本ずつ、足は通常通り二本。という、異様な形態だったのね。俺もネットや2ちゃんとかでいろんな奇形の写真見たことあったんで、そりゃびっくりしたけど、ああ、奇形か作りもんだろうな、と思ったわけね。で、例の中国人二人は一応病院に車で送ることになって、警察への連絡はどうしようかって話をしてた時に、元住職、かっこ80歳超えてる。が、息子さんが運転する車で来た。開口一番。開けたんか。開けたんかこのバカタレが。しまい、開けたらしまいじゃ。俺らはあまりの剣幕にポカーンとしてたんだけど、住職が今度は息子に怒鳴り始めた。岩手なまりがきつかったんで標準語で書くけど、お前、両面少な様はあの時、京都の、地に絶対送る言うたじゃろが。送らんかったんかこのボンクラが。バカタレが。ほんと80過ぎのじいさんとは思えないくらいの土星だった。開けたんは誰？病院？その人らはもうダメ思うけど、一応あんたらは払ってあげるから。俺らも正直怖かったんで、されるがままに何やらお経みたいの聞かされて、経典みたいなので、かなり強く背中とか肩とか叩かれた。結構長くて、30分くらいやってたかな。昼食は木箱を車に積み込み、別れ際にこう言った。かわいそうだけど、あんたら長生きでけんよ。その後、中国人二人のうち一人が、医者も首をかしげる心筋梗塞で病室で死亡、もう一人は精神病院に移送。解体作業員も3名謎の高熱で寝込み、俺も首を足で踏み抜いてを張り塗った。全く詳しいことはわからないが、俺が思うに、あれはやはり人間の奇形で、差別にあって恨みを残して死んでいった人なんじゃないかと思う。だってものすごい形相してたからね。その寺の地域に昔部落の集落があったことも何か関係あるのかな。ないかもしれないけど、長生きはしたいです。一致の体験した両面宿儺の話はここで終わっている。しかし、ネラーである一致は、後日両面宿儺について調査を行ったそうだ。俺だってお書いたのぞくらいだから、こういうことには興味津々なので、真相が知りたく何度も住職に連絡取ったんだけど、完全無視でした。しかし、一緒に来てた息子さん、かっこ50過ぎで不動産経営の連絡先わかったんで、この人は割と明るくて派手めの人なんで、もしかしたら何か聞けるかも？と思い、今日の晩、かっこ夜遅くだけど飲みに行くアポ取れました。なんかわかったら明日にでも書きますわ。一致が一旦離脱した後、スレミンが両面宿儺について調べた結果を綴っている。両面宿儺の話。宗像教授電気工という漫画に出てきた覚えがある。宿儺族という、おそらく大昔に日本へ来た外国人ではないかと思われる人が、太古の日本へ文化を伝えた。それが出雲県の文化形成となり、稲葉の白ウサギの伝説も、大国主の命の国づくりの話も、これをモチーフとした話だろう、と。そして、大和朝廷による出雲の侵略が起こり、追われた宿儺族がたどり着いたのが今の飛騨地方だった。日本書紀によれば、飛騨に宿儺という怪物がおり、人々を殺したから兵を送って退治した、という話が書かれている、と。つまり、宿儺というのは、大和朝廷以前の時代に日本へ文化を伝えた外来人のことで、おそらくは古代インドの製鉄を仕事とする、かっこそして日本へ製鉄を伝えたであろう人々のことではないか、と書かれていた。そして、出雲のある場所で見つけた洞窟の奥にあったものが、両面宿儺の像だった、とあった。宿儺族は、日本へ鏡の船で来た、と書かれ、鏡のように黒光りする船であったとのこと。ラマはラマで、黒炭系の木の名である、と書かれていたけど、黒ずんだ長い木箱とあったので、これももしかするとラマなのかも？とすると、両面宿儺様も、逃げ延びて岩手地方に来た、宿儺族の末裔なのかもしれないな。と、お書いた的には合わない内容かも、と思いつつ書いてみたが。とてもよく調べたスレミンに、他のスレミンも様々な憶測を立てるも、本当のところは何なのか。そして翌日、一致が住職の息子と会話をし、真相に迫る。すんません。直前になって、何かやはり直接会って話すのはとか言われたんで、元住職の息子さんに、じゃあ電話でなら話せるとこまでですけどという条件のもと、話が聞けました。時間にして30分くらい、結構話してもらったんですけどね。なかなか話好きなおじさんでした。要点を主にかいつまんで書きます。ごめんねー。親父に念をされちゃって。本当は電話もやばいんだけど。いえ、こっちこそ無理言いまして。あれって結局何なんですか？あれは大正時代に、見せ物小屋に出されてた奇形の人間です。
じゃあ、当時あの結合した状態で生きていたんですか？シャムソーセージみたいな？そうです。生まれて数年は、岩手のとある部落で暮らしてたみたいだけど、生活に窮した親が、人買いに売っちゃったらしくて。それで、見せ物小屋に流れたみたいですね。そうですか。でもなぜ、あんなミイラのような状態に？正確に言えば、即身仏ですけどね。即身仏ってことは、自ら進んでああなったんですか？君、このこと誰かに話すでしょ？正直に言えば、話したいです。いいよ君、正直で。まあ私も全て話すつもりはないけどね。あれはね、無理やりああされたんだよ。当時、今で言うとんでもないカルト教団がいてね。教団の名前は勘弁してよ。今もひっそり活動してると思うんで。聞けば誰でもあの教団ってわかりますか？知らない知らない。極秘中の極秘、本当の邪教だからね。そうですか。この教祖がとんでもない野郎でね。下法しか使わないんだよ。下法ですか？そう。わかりやすく言えば、やってはいけないことだよね。ちょっと前に新言立川優が、邪教だ、下法だって叩かれたけど、あんな生優しいもんじゃない。具体的にどんな？で、当時の資料も何も残ってないし偽名だし、もともと表舞台に出てきたやつでもないし、今教団が存続してるとしても、今現在の教祖とは全く繋がりないだろうし、名前言うけどさ。物のべ天国。これが教祖の名前ね。物のべ天国。偽名ですよね。そうそう、偽名。で、この天国が、例の見せ物小屋に行った時、奇形数名を大枚はたいて買ったわけよ。例のシャムソーセージ？っていうの？それも含めて。それで？君、孤独って知ってる？虫に毒って書いて、虫は虫3つ合わせた特殊な感じだけど。壺に毒虫何匹か入れて、最後に生き残った虫を使う呪法のあれですか？かっこ昔漫画に載ってた。孤独の起源は、実は古代中国の周時代と言われている。この時代に使われていた甲骨文字で、随所に孤独の作り方が綴られているのだ。随所には、5月5日にシラミとヘビ、100種類の虫を器に入れて、互いに食わせて最後に残った1種類をとどめる。これで人を殺す。と記されているそうだ。日本では757年の法令で孤独を行うことを禁ずる記載があり、実際その例により流罪になっている人もいる。そうそう。なんで知ってるの君？すごいね。まあちょっと。それで？ああ、それでね。天国はその孤独を、人間でやったんだよ。人間を密室に入れて？嘘でしょう。私も親父から聞いた話で、100% 全部信じてるわけじゃないから。もうやめる？すみません。続けてください。わかった。で、それを例の奇形たち数人でやったわけさ。教団本部かどこか知らないけど、地下の密室に押し込んで。それで、例のシャムソーセージが生き残ったわけ。孤独は、あらゆる呪術の中でもより対象の相手の体をじわじわと蝕む病の苦しみを与えて最終的には命を奪う邪悪なもの。ただ、物のべ天国の呪い対象は、閉じ込めた期間はどのくらいですか？詳しいことはわからないけど、仲間の肉を食べ、自分の糞尿を食べてさえ生き延びねばならない期間、と言ったら大体想像つくよね。あんまり想像したくないですけどね。で、どうも最初からそのシャムソーセージが生き残るように、天国は細工したらしいんだ。他の奇形に刃物か何かで致命傷を負わせ、生きた枝の状態で放り込んだわけ。奇形といっても、アシュラ像みたいな外見だからね。その神々しさに天国は惹かれたんじゃないかな。なるほど。で、生き残ったのは良いけど、天国にとっちゃ道具に過ぎないわけだから、すぐさま別の部屋に一人で閉じ込められて、餓死だよね。そして、防腐処理を施され、即身仏に。この前親父の言ってた、両面宿儺の完成、ってわけ。両面宿儺って何ですか？神話の時代に近いほどの大昔に、両面宿儺という、二つの顔、四本の手を持つ怪物がいたという伝説にちなんで、例のシャムソーセージをそう呼ぶことにしたと言っていた。そうですか。その両面宿儺をね、天国は教団の本尊にしたわけよ。呪物としてね、他人を呪い殺せる、下手したらもっと大勢の人を呪い殺せるかもしれない、とんでもない呪物を作ったと、少なくとも天国は信じてたわけ。その呪いの対象は？国家だと親父は言ってた。日本そのものですか？頭いかれてるじゃないですか、その天国って。いかれたんだろうね。でもね、呪いの効力はそれだけじゃないんだ。両面宿儺の腹の中に、あるものを入れてね。なんです？古代人の骨だよ。大和朝廷とかに滅ぼされた末路は妬み、いわゆる朝廷から見た反落者だね。逆賊。
その古代人の骨の粉末を腹に入れて。そんなものどこで手に入れて。君もテレビや新聞とかで見たことあるだろう。古代の遺跡や墓が発掘された時、発掘作業する人たちがいるじゃない。当時はその辺の警備とか甘かったらしいからね。そういうところから主に取ってきたらしいよ。にわかには信じがたい話ですよね。だろう？私もそう思ったよ。でもね、大正時代に主に起こった災害ね、これだけあるんだよ。それが何か？すべて、両面宿儺が移動した地域だそうだ。そんな、教団支部ってそんな各地にあったんですか？というか、偶然でしょう、かっこさすがに笑った。俺もバカな話だと思うよ。で、大正時代の最悪最大の災害、関東大震災の日ね。この日、地震が起こる直前に天国が死んでる。死んだ？自殺、と聞いたけどね。純粋な日本人ではなかったという噂もあるらしいが。どうやって死んだんですか？日本刀で喉かっきってね。両面宿儺の前で。それで血文字で遺書があって。なんて書いてあったんですか？日本滅ぶべし。それが、関東大震災が起こる直前なんですよね。そうだね。偶然ですよね。偶然だろうね。その時、両面宿儺と天国はどこに？震源に近い、相模湾沿岸の近辺だったそうだ。関東大震災の震源地は、相模湾の海底である。その相模湾にはいくつかのお寺がある。物のべ天国はそのどこかで両面宿儺を運び、自殺したのだろうか。その後、どういう経由で両面宿儺は岩手のあのお寺に？そればっかりは、親父は話してくれなかった。あの時、住職さんになぜ京都のお寺に輸送しなかったんだみたいなことを言われてましたが、あれは？あ、聞いてたの。もう30年前くらいだけどね、私も親父の後継いで坊主になる予定だったんだよ。その時に俺の怠慢というか手違いでね。その後、あの寺もずっと放置されてたし、話せることはこれくらいだね。そうですか。今、両面宿儺はどこに？それは知らない。というか、ここ数日親父と連絡がつかないんだ。あれを持って帰って以来、妙な車に後つけられたりしたらしくてね。そうですか。でも全部は話さないと言われたんですけど、なぜここまで詳しく教えてくれたんですか？親父があの時言ったろう？かわいそうだけど君たち長生きできないよってね。じゃあこの辺で、もう電話しないでね。ありがとうございました。以上が電話で話した、かいつまんだ内容です。はっきり言って、すべては信じてません。何か気分悪くなったので、今日は落ちますね。孤独の呪物である両面宿儺が移動した場所に災いが起きると言われ、この話が岩手県であることから、2011年の東日本大震災に関連しているのではと囁かれていた。ただ、物のべ天国がなくなり、関東大震災が起きたのを最後に呪いは終わったとも考えられている。しかし、その真相は謎のままであり、現在両面宿儺がどこにあるのかも定かではない。じゃあ、今日は帰るんだぜ。例の箱、ちゃんと見つけて明日返してくれよな。必ず探して明日持っていくわ。バイバイなんだぜ。また明日。そろそろ大丈夫かしら。驚いたわ。まだこんなに強い怨念を放っているなんて。舐めてくれるわね。私は楽園である幻想郷の巫女、白霊霊夢。主ななりわいは妖怪退治、異変解決。外の世界のお坊さんや神主では払えない呪物でしょうけど、相手が悪かったわね。最後までご視聴いただきありがとうございます。現在、私は小鳥箱と戦闘中ですので、手短になりますが、ご容赦ください。皆さんも小鳥箱のような呪物を見かけたことがあればコメントで教えてください。私が責任を持って払いに行きます。なお、すべて有料になりますので、その点はご容赦ください。この動画が面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。